もう法図ではつかないは、日本の小説家、美信紀子の小説。早稲田大学第一文学部文芸科の卒業制作として書かれ、早稲田文学に発表された。1978年11月、講談社より刊行。1978年、早稲田大学文学部文芸科の学生だった美信紀子が卒業小説として講談社より発表。 一人の女子大生が体験する愛や性を二人の男子学生の存在により描く。女性読者からまるで自分のことが書かれているようだと言わしめるリアルな生体験を乾いた筆致と冷めた視点から淡々と綴った本作は同世代の学生や OL を中心に脚光を浴び熱烈な支持を受ける。ほどなく世代を超えて話題となり総計50万部を売り上げるベストセラーとなる。 1979年に東洋一監督によって ATG で映画化、配給された。出演者は桃井香里、奥田英二、森本レオ、伊丹十三、鴨桜、日夏つた伊佐光恵、織本純吉など。桃井の演技は高い評価を得た。若手時代の村上博明が出演していることでも有名。当初主役で決まっていた村上だったが、 桃井香織が相手役と決まり釣り合いを考えて監督が奥田栄治に主役を変えた。概要作詞、寺山修司、作曲、田中道、編曲、JA シーザーの天井桟敷ゴールデントリオにより制作された。歌唱は荒井幸。発売元はビクター。7インチシングル版企画品版 SV-6621。SV 1979年8月発売。B 面曲のシャボン玉消えたも同一作家人による作品である。もう法図ではつかないシャボン玉消えたともに CD かずみ。2003年6月4日、寺山修司作詞、作詞集の作詞集の締めくくりとして本作が収録。再 CD 化されソニーミュージックエンタテインメントより発売。 2007年2月25日、荒井久五地のアルバム、赤い鳥一人が CD 化され発売された折、もう放うはつかない、シャボン玉消えたともにボーナストラックとして収録された。本作は後に、ひよしみみ、橋本美からによってカバーされている。微行、もうほうはつかない、桃井いかおりサイド、A マリりいの1日橋本との暮らし常夫おとの暮らしサイド、ビーピルの夜帰ってきた。 スネオホテルの人よ橋本の帰郷別れ主題歌、もう法図はつかない1979年ビクター、比較品版、LP、KVX-1059、CT、VCK1-427。ありがとうございます。